14丁目駅は1908年2月25日に開業したパストレインの駅でマンハッタンクチェルシーの南端にあたる14丁目と6番街の交差点付近にある相対式ホーム2面2線の駅であるがホーム間連絡通路はない南港ホームは IND6 番街線の14丁目駅のメザニンと共有しているが北港ホームからは直接通りに出てしまう 1908年開業の駅舎は IND6 番外線の建設に伴ってわずかに変更された。ホームは南に延長され、北端は閉鎖された。これによりパストレイン、南行ホームが IND 南行線とエントランスを共用できるようになった。北隣の駅はハドソンマンハッタン鉄道の北端駅だった19丁目駅であった。 19丁目駅は1908年2月25日に開業し、1954年8月1日に廃止された。現在では、色材置き場として使われており、14丁目駅23丁目駅間を走行する列車から見ることができる。以下のニューヨーク市地下鉄路線と直接乗り換えができる。ニュージャージー州からの乗客は一旦降車して、ホームを降り、 地下鉄のエントランスから入って、各線のメザニンに向かわなければならない。ニュージャージー州方面のエントランスは14丁目の6番街、交差点の南西角、北西角にある。33丁目方面のエントランスは6番、街頭側の13丁目と14丁目の中間あたりにある。近くには、ニュースクール大学とユニオンスクエアがある。ありがとうございます。